キルヒ彗星は1680年から1681年にかけて現れた大彗星である。望遠鏡によって発見された最初の彗星であることやアイザック・ニュートンがケプラーの法則を検証するために用いたことで知られている。彗星の命名規則に基づいた名前は C-1680V1。この彗星は1680年に ゴッドフリーとキルヒによって発見され、17世紀で最も明るい彗星の一つとなった。キルヒ彗星は昼までも見え、長い尾を引いていたので非常に注目された。1680年11月30日には地球から 0.242au のところを通り、1680年12月18日には近日点に極めて近い 0.0062au の地点を、 通過しながら加速した。12月29日には、キルヒ水星の輝きはピークを迎えた。水星が最後に観察されたのは1681年3月19日で、ある。2012年9月の時点では、水星は太陽から約253 a u の地点にある。1680年から1681年に、 ゴットフリーとキルヒによってこの水星が発見されたため、キルヒ水星と名付けられているが、水星の軌道を表した、スペインのイエズス会の司祭である、エウセビオ・キノにも功績がある。メキシコへの旅路の準備が遅れている間に、キノは1680年に、カディスで、キルヒ水星の観察を始めた。メキシコシティへの到着時に、彼は、エクスパシュジアがアストローナミカでエルコメタを発表した。 昨日のエクスパシュジアンアストローナミカはアメリカ大陸で欧州人によって発表された最古の科学論文の一つである。ニュートンのプリンキピアにはキルヒ彗星は放物線軌道と書かれている。この彗星はサングレーザーであったことは確実だが黒いつ群ではなかったと考えられている。ありがとうございます。